不動産経営で QOL を爆上げようをテーマに、基礎から応用まで皆さんの役に立つ不動産経営知識をど本音で解説していくチャンネルです。どうもこんにちは、コンスピリート長谷川です。今回は前回に続きまして、 IRR と NPV の基礎ということで解説動画をお送りしております。前編では IRR って何というところで基礎的なところのお話を噛み砕いてさせていただきました。本日はこの IRR の例題を使って、実際不動産投資との親和性がどう高いかというところのお話、そしてもう一つは IRR とよく混同されるんですけれども、 NPV 賞味現在価値の解説をお送りしていきたいと思います。それでは後編もどうぞお楽しみなさってください。前回の続きになりますけれども、 IRR と NPV というところはすでにコンスピチャンネルでも上がっております。お金の時間的価値とそれを使った不動産の評価方法 DCFO 割引率というところの動画と連動しております。ぜひ今回の前編後編と合わせてご覧になっていただければと思っております。さて、前回のおさらいという形ではありますけれども、 IRR内部収益率というところは、その時間的価値を加味するという点においては、不動産投資の評価、効率を評価するというところとの親和性が非常に高い分析手法であるというね、ことのお話をいたしました。なぜなら、保有期間中収支が常に変動するというところは、不動産投資では付き物になりますので、そういったものを時間軸を追いながら評価できるというところが IRR の特徴であるためということです。で、もう一つは、当然、出口戦略を取るというところも当然不動産の場合ございますので、それを含めた判断が可能。つまりは、売却を5年後、10年後にした時の、その売却額も現在価値に割り戻して評価をするというふうになりますので、これもまた IRR の一つの特徴である。じゃあ、この特徴というところを実際の不動産投資物件に当てはめて、例題にちょっとお話をしていきたいなと思っております。売買価格5000万円の一棟アパートがありますと。そしてこの物件は想定のネット利回りが 8% ぐらいですよという形です。利回りだけで測ってしまうと、これ以上でもこれ以下でもないわけですね。この一時情報から得られるのは、年間のネット収入は400万円というところまでしかわからないというところが利回りになってしまう。ここに IRR の考え方を当てはめていくと、どういったことができるのかというところをお話ししていきたいなと思っております。不動産の場合、この5000万円の一棟アパート想定ネット利回り 8% だけでは済まないんですね。要は建物があって、ここに人が住んだりとか、テナントとしてお店屋さんとか、ね、会社さんに入っていただくことによって収入が入ってくる。そのためには運用コスト、運営コスト、維持コストも入ってくるという形になります。では追加情報、不動産の場合、一時情報として細かいところまで分かるかというとですね、なかなかそこまではいかないんですけれども、まあ、この一時情報に合わせてこういった情報がもたらされたというふうに仮定をしていきましょう。今度は購入1年目、ね、この全発出中、実は日数は空室ですよと。しかもこの日数は当面募集がされてはいたものの、全くリフォームをされていなくて、ちゃんとつけるためには、量もきっちりやらなきゃダメだなということが分かってきましたと。次、4年目に外壁補修工事が必要だよということで、仲介業者から言われました。で、次、土地の積算額は現状4000万円ですよという形です。なので、一回売るかどうかというところをフィックスするわけではないけれども、長期譲渡となった6年目で、一回この積算価格で売れるよねというところで、売却想定を取ってみましょう。これ、タイムラインが存分にこちらより含まれている形になりますので、これを評価できるのが IRR ですよということを言っております。これをまず整理するときには、TBAR というものを使います。0年目、ね、から売却想定を取る6年目までというところで、これを時系列を追っていきましょうという感じです。まず0年目、これも当然購入をするときの情報になります。前編の動画でも申し上げましたけれども、投資の指数になりますので、 C0 のところは必ずマイナスの値になります。で、これ5000万円の一棟アパートなんですけれども、当然購入時には購入諸経費がかかってまいります。今回一応のざっくり 7% にしておりますけれども、なので投資額としては5350万円が初年0年目で出ていますよという形になります。続きまして1年目、全発出中日数空室でリフォームですという形になります。満額で入ってくれば400万円ということは分かっておりますけれども、そのうち日数が空いている、例えば工事代がそれぞれ日数でいくらぐらいかかりました、で、かつ、日数がつくまでは半年間ぐらいかかりましたよというところで、その期間は収入もこの日数分ロスしておりますので、そういったものをざっくりとね、引か
せていただきまして、309万円ぐらい初年は入ってきたよという形の計算にしました。早速ですけれども、満額400万円ではなくて、初年目からこれがロスしていますよというところなので、これもIRR を使うときならではの入れ方になりますと。で、2年目400万円、3年目400万円となります。これは満額入ってきました。で、4年目、今度は要外壁補修だよというふうに言われておりました。木造のワンルームで構成されているアパートというふうに仮定して、外壁のサイディングとかね、コーキングだけやり直すかなという形で想定して、150万ぐらいは予算で見ておきましょうということで、4年目400万円から150万円外壁補修工事の予算を出して、250万円の手取りになりましたということになっております。で、5年目もまた満額入りました。6年目も満額入りました。そして6年目、土地積算価格4000万円、要は上物の価値はもうゼロですよ、でも土地の積算は400万円出ているので、長期譲渡となった6年目に4000万円で売却をいたしますよということで、ここに4000万円を足していきます。 T バーというものを使うと、こうした形に時系列で収入が変遷していくというところが頭の中で整理ができますね。ではこれを前編の方でもやりましたけれども、 IRR 関数というところで Excel の方で計算をしていきます。IRR は 2.48% になりますよという形になります。利回りはネットで 8% となっておりましたけれども、時間的な価値というところを加味して、将来で入ってくるものを現在価値に割り戻してみますと 2.48% というふうになりましたよということです。これが利回りではできず IRR ではできる時間的価値を考慮するというところが、これの意味になりますね。出てきた 2.48% 何と比較するのかという形ですけれども、一般的にはこれで出てきた時には判断指標としては、資本コストよりもこれが高いかどうかというところが一つのインデックスになるかなというふうに言われております。で、資本コストって何と言いますと、不動産の場合って絶対これローンで買ってる人が大半ですよね。資本コストという時は、不動産投資の場合は、要は借り入れです。ね、アパートローン等々のローンの借り入れの金利、ね、と比較した時に IRR の方が高いかどうかとかっていうところが、一つの判断基準になるかなというふうに言われております。さて、じゃあ例題をこなしたところで、次は IRR のデメリットのお話をしておきたいと思っております。前編でも申し上げた通りなんですけれども、利回りの方がいいとか、IRR の方がいいとかって言ってることではありません。あくまで見栄えのお話という形になりますので、不動産どういうふうに評価するかというところの、見るところの位置が違うというところのお話になります。まず、デメリットの一つ、投資規模を考慮できないというところです。で、2番目、投資金額と収益の現在価値の相和がゼロになる。つまり、収益の相和がマイナスになる場合、IRR が出せないという形になります。何を言ってるかというと、IRR の場合の定義ですね。前編でもやりましたけれども、投資金額と将来得られる収益を現在価値割り戻した値がゼロになるというのが、割引率を使ってのレートを算出するのが IRR になります。つまりは収益の相場ですね、必ず収益が出ている前提になっておりますので、期中にマイナスがあった場合、IRR がそもそも算出できないというケースが出てくるということです。これはおそらく IRR 関数で Excel で組んでいただいた場合に、途中にマイナスの点とかがあった場合に、計測不能みたいな形で出てくることがあると思いますので、それをちょっと皆さんここで確認していただければなと思っております。そして、これはよく言われるところではあるんですが、必ず出口の売却想定額というところも勘案して出しますよという話をしているんですけれども、あくまで売却想定額は想定に過ぎないということでございます。先ほどは土地の積算額は4000万円ですよということで例題で申し上げました。このぐらいでは売れるであろうというところは、当物件とかの場合は土地値とかって読んでおけばある程度硬いかなと思っておりますが、とはいえ 100% その金額が保証されるわけではありません。もっと言うと、区分マンションとかの場合は、土地値とかっていうところではなく、敷地権で持っております。そうなってくると、評価方法としては、収益還元法を使うことが多いかと思いますので、途中で家賃が下がっているとか、あるいは管理費とか修繕積立金が上がっているとかっていう形になった時に、やはり収益がブレてたりをすると、評価額、つまりは売却する時の金額というところもブレる可能性があるので、これまた売却想定額のところに入力するというのは非常に結構ですね、数字が難しくなってくる。という形になります。では IRR のデメリットで一番最初に出てきました投資規模を考慮できないというところ、これはちょっと何を言っているのかというところを補足説明しておきたいと思っております。2つの事例を持ってきました。100万円投資して1年後に110万円になる投資を IRR で分析してみますよというものと、10万円投資して1年後に12万円になる投資というところを IRR で評価しましょうというところ、この2つのパターンを持ってきました。
1年後の110万円得られるこちらの投資 IRR は 4.88%、 10万円投資して1年後に12万円になる投資の方は IRR は 9.54%、 こっちの方が高いんですね。なぜか IRR というところは効率の良さというところですね。要は率なんです。レートを見ている指標になりますので、100万円投資して110万円1年後というところよりも、10万円投資して12万円の方が率としては増えてるよねという形を言っているので、 IRR で分析してしまうとこちらの方がいい投資というふうになってしまいます。一方で絶対値の金額として見たとき、こちら10万円投資して12万円ので2万円しかお金とした額としては増えていない。こちらの方100万円が110万円になっているので1年間で10万円増えています。つまり投資規模を考慮できないというところは、あくまで率、ね、投資の効率にフォーカスしている市場になりますので、こういった金額がどれだけ増えたかという投資規模の拡大とかっていうところに関しては考慮ができないというところが IRR のデメリットというふうに言われております。ではここまで IRR のご説明をしてきましたけれども、 IRR に似たやつというところでご説明をここからまた続けていきたいと思っております。 NPV のご説明でございます。NPV というのは日本語で申しますと賞味現在価値というふうに訳されます。前編の動画と本日の動画というところを合わせて IRR を学んでいただければ NPV がより理解できるものと思いますので、この延長線上で NPV 賞味現在価値のお話もしていきたいなと思っております。 NPV の定義ですけれども、将来的に得られる収益を現在価値に割り戻した金額の総額から投資金額を引いた差額のことというところが、おそらくどの書籍でもどのサイトでも NPV の定義として載っているかと思います。つまり何が言えるかと申しますと、 IRR というのはつまりはこの投資額ですね、初期投資の金額とあと投資期間中に得られるキャッシュ用というのを全て出して、これがゼロになるような割引率を求めましょうという形が IRR の求め方になりますね。ただそれはこういう公式になっておりますけれども、 IRR のこの式が分かっていれば NPV ってごくごく簡単なんですよ。この式をそのまま NPV の定義というところに当てはめてみます。今度は各年 N 年目投資期間中のそれぞれの PV の総額から初期投資の C0 ですね、一番最初に投資した C0 というものを引いた時に残る差額が NPV ですよということを言っております。つまり何が言えるかというとですね、投資をしました、投下しましたという金額と投資期間中に得られたキャッシュフローの将来価値を現在価値に割り戻したものプラス売却をしました、その時の売却額というところも現在価値に割り戻した金額、これの総額と初期投資で出した C0 の金額っていうところを引きましょうと、その結果差額が出てきたらそのプロジェクトとしては初期投資額よりも総トータルの入ってくる金額が大きくなっているので、投資価値のある案件であるプロジェクトであるということがこの差額で言えるということでございます。じゃあちょっと分かりづらいので NPV も少し例題でやってみましょう。1000万円を投資する案件で5年間 5% で運用しますよと。で割引率は 2% で計算してください。で5年後に元本償還という形で、要は戻ってきます、1000万円も戻ってきますよという投資だとしましょう。となりますと0年目は当然1000万円を投資しているのでマイナス1000万円になります。そして1年目は割引率 2.0% なので、先ほどの公式に当てはめていきますと1年目はこういう式になります。で2年目50万円ですね、50万円を 1+IRR、ね、R の方で、でそれを N 年目なので2年目なので自称しております。以降同じですね、3乗、4乗、5乗。さて、この整理した T バーを、このセルを NPV の計算式、関数を入れておきますと、ここの T バーに入ったものをこういうふうに置き換えて、Excel に入れていきます。割引率は 2% ですというふうにしますと、NPV は138万6312円ですよというふうになっております。つまりは、投資期間中に得られるこの金額を現在価値に割り戻したものと、初期投資額の差額が138万6312円であるということが言えるというのが NPV で申し上げていることになります。つまりこれがゼロになった場合は、やる意味なしですね。投下した金額と投下したこの5年間という時間を使っても、一定こういうのゼロ円になってしまうので、それは投資価値はないよねと、意味がないよねという形になってしまう。さて、じゃあ NPV の特徴をちょっと整理してみましょう。IRR との根本的な違いは、NPV は投資の効率ではなく、投資価値に比重を置いているってことなんですよ。使っている計算式は全く同じでした。そこから導き出す結論というところが、仕様が違うということです。
IRR は投資の効率を見ますよと、価値の増大は考慮できないという弱点がありましたけれども、効率を見ることができるので、こちらの投資の方がより効率がいいなとかっていうところを判断できるのが内部収益率 IRR。一方で NPV の方は投資価値に比重を置いているので、初年度で投資した金額から投資期間中を過ぎて最終的にいくら初期の投資金額よりもお金が増えるかというところに着目をしているというところ、これが NPV の特徴になります。でつまりは少額の効率的な投資案件が過大評価されるリスクが低いというところが NPV と IRR の違いです。投資の規模というところは考慮できない、あくまで効率しか見れないので、金額は小さいけれどもより効率的な方を良しとしてしまうのが IRR のデメリットと申しました。課題予防されるというところのリスクをカバーできるのが NPV の見方になります。 NPV が要は差額がゼロということは、その投資では利益が出ないことを示しています。そして NPV の数値が大きいほど有利な投資先と判断することができるということですね。つまり NPV が100万円の A という案件と NPV が130万円という B という案件があったら、どちらも差額が出てはいますけれども、より NPV が高い130万円の NPV が出ている B の方を選択した方が有利な投資先であるというふうな判断がされるのが NPV の特徴になるということになります。では早速今度はデメリットですね。 NPV まず長周期的な視点の欠如とありますね。例えば不動産に置き換えた場合、対岸が不動産って長周期の運用になりますよねという形になります。そうなりますと、例えば NPV で計算をするときというところ、その投資を開始してから近いところのキャッシュフローというところばかりが割と過大評価されてしまいがちになるということ、将来にわたって長くお金がチャリンチャリンと入ってくるところが不動産の魅力ではあるものの、遠くなればなるほどそこのインカムの価値というところは現在価値に割り戻したときにだいぶ割り引かれてしまうというところので、長周期的な視点というところはどうしても欠如しがちになってしまうというところが NPV のデメリットとして挙げられます。そして2番目、割引率の正確性、資本コストは一定ではない。何を言っているかと、 NPV の例題で割引率 2% ですよというふうに申し上げましたけれども、割引率で何を使うかというと、基本的には借り入れの金利のことを言っています。この場合の割引率で使うときは、だいたい事業用ローンとかアパートローンとかっていうところで金融機関からお金を引っ張っている金利を割引率に適用するケースが多くなっています。となってくると、毎年毎年の割引率は一定でやらざるを得ないので 2% にしてますけれども、実際借り入れ金利ってどうでしょうか。下がる年もあれば上がる年もある。つまり割引率も本来は一定ではないはずなんです。ただし、調達コストとしては実態は一定ではないにもかかわらず、やはり NPV で計算をしていくときというところは、そこまでは正確には当然誰も金利の上位は反映できないので、資本コストを一定にするしかないので、割引率 2% とかということで、固定した数字で割り戻していくことになってしまう。という意味では、ここが正確性というところを書くというところは念頭に置いておかなければいけないという形になります。で、最後、NPV がマイナスの場合の判断が必要。つまり NPV マイナスになったな、もうダメだな。まあ、これも別に悪くはないんですけれども、そうは言っても、ロケーションとしてそこら辺で将来的に外資が半導体の大規模なアジア一の工場を作りますよとかってところ、ニュースが先々5年後、向こう5年間とかでありますよとかってなった場合に、収益はなかなかインカムでは取れないエリアだけれども、そこの工場が移転してくることによって住宅の需要が高まって、非常に高値で貸せたりとか、もっと言うと土地がどんどん動いて高値で売れるかもしれないとかっていうところも将来的にはあるかもしれない。現状計算するとどうしてもそれはマイナスになってしまうけれども、将来的にはそういったところが読めるとかっていうようなロケーション的な強みとかっていうところまではさすがにカバーができないので、そうなると今マイナスでも跳ねる可能性あるよみたいなところは数字が反映できないところですね。なので不動産特有のそういったロケーション的な跳ね方とかニーズ的な跳ね方とかっていうところまでは反映できないので、そういった場合はマイナスであっても個別の判断もやっぱり必要だよねということが出てくるということを申し上げております。前編後編をまとめたお話をしてまいりたいと思っております。前半ではメインで IRR の定義、後編では、IRR の例題と似たようなところでいきますと NPV のお話をしてまいりました。じゃあこの2つが分かるとどんなことが言えるのかという形なんですけれども、不動産の価格を決める評価方法って大まかに3つありますよ。原価法と取引事例比較法と収益還元法というこの大まかな3つになります。原価法はもうこのままですね。土地は積算、建物は、再建築価格というところを出して原価で計算しましょうと。取引事例比較法はこのままです。そのエリアの隣のお隣の土地がこの金額だったので、そのエリアはサンプルになっている金額の取引事例に引っ張られますという形になります。
最後、収益還元法。皆さんがよく使っている利回りというところは直接還元法と呼ばれるものですね。入ってくるインカム、収益というところを価格で割り戻したものという形で、これはよく皆さんが使っている利回り、直接還元法。そして、前編後編でお話をしてきました、IRR と NPV が分かると何ができるかというと、今まさに IRR とか NPV でやってきた、将来価値、現在価値という考え方を不動産の評価に取り入れた方法が DCF 法です。つまり、前編後編のお話で、将来価値とか現在価値を皆さんに分かっていただけますと、おそらく銀行さんとか金融機関さんが融資の時に用いるであろう DCF 法っていうところの考え方が、おのずとも分かっていただけると思うんですね。この物件を10年保有した時の収益ってこういうふうに推移していくよね。それを将来価値を現在価値に割り戻して評価をしてみると、このぐらいの金額で貸しに出すのが妥当だよねというところを金融機関さんとか使っておられます。この前編後編を通して見ていただくことで、この評価指標のうち3つ、その収益還元の中の DCF 法も皆さんの頭の中には入っていただけると思います。はい、とはいえね、前編後編通してお話を2回にわたってしてきましたけれども、IRR がこれ以上ならいいとか、NPV がプラスなのでこれはもう即買いだとかっていうような単純な判断をするための指標ではないというところは、ご承知いただければなと思っております。例えば計算した時に IRR が、資本コスト、借入金利よりも上であれば、まあ、ひとまず良しとしようとか、NPV がプラスなので購入ではなくて何個かの物件を比較している時に、まあ、これが一番、投資の価値としては拡大できるなとかっていうところを見る時の一つの指標でしかないということであります。つまりは投資機会の条件の異なる物件を比較検討する際の分析指標の一つに過ぎないというところは大前提として念頭に置いていただければなと思っております。ただし、投資期間が長中期となる不動産投資においては、時間軸を考慮できるというところと、毎年の収益変動が必ずやはり不動産場合は起きてくる。こういったものを加味できる収益分析が可能な IRR、NPV というのは知っておいて損は絶対にないと思っています。結局、利回りの場合はここは考慮できませんので、利回りも見ながら IRR、NPV とかっていうところが判断できるようになりますと、より立体的にその物件が、購入に進んでいい物件かどうかというところの判断に一つ正確性をもたらせることができるということを言っておりますと。というわけで、前編後編に分けてお話をしてまいりました、IRR と NPV の解説というお話でございました。難解だなというイメージが終わりかもしれませんが、ご説明してきたところで見るとそんなに難しいことを言っているわけではないという感じなのはお分かりいただけたのではないかなと思っております。こういったものが使えることによってより不動産が立体的に分析することができると。ただし一番冒頭のところでなかなか細かいですね情報までが、一時情報としては取得できないことも多いので、おそらくそこで判断するのは利回りになるかなと思っております。買い付けを入れてからより細かい情報が仲介会社さんとかからもたらされた時にちょっとずつそれを IRR とか NPV の計算に落とし込んでいってみて、効率だったりとか投資の価値というところを判断していく、こういった使い方をしていただければいいのではないかなと思っております。それでは前編後編に分けてお話をしました IRR と NPV の基礎の解説というところで、本日後編これにて終了という形でお話しさせていただければと思います。また次回お会いできればと思っております。コンスピード長谷川でした。